卓球、WTT コンテンダーアルマトイ2023日程、8月29日から9月3日場所、アルマトイ、カザフスタン、写真、決勝で敗れた中国のホープ9月3日、WTT コンテンダーアルマトイ2023の全日程が終了し、各種目で優勝選手が決定した。男子シングルス決勝では、世界ランキング9位の22歳、林雲樹、林雲樹、チャイニーズ大イ 都道46位の20歳無解放、シャンパン、パが対戦。第1ゲームは広報が11、4と大きく差をつけてゲームを奪うが、第2、第3ゲームは、林雄樹がデュースを制してゲームを奪取する。ゲームカウント2対1とリードを奪って流れをつかんだ林雄樹は、第4ゲームも11対9で制すると、第5ゲームも11対7で勝利。ゲームカウント4対1で広報を下し、 今シーズン初の国際大会シングルス優勝を飾った。女子シングルス決勝では、世界ランキング27位の19歳、クアイマン、クアイマン、中国、と同24位の25歳、ファンシキファンシチ、中国、が対戦。第2ゲームコソデュースまでもつれるも、試合全体を通してゲームを支配したクアイマンが、ゲームカウント4対0で完勝。 2月の WTT フィーダーアンマンに続いて、今シーズン国際大会で2度目の優勝をつかんだ。なお、今大会の日本勢では、及川水希、木下グループ、が男子シングルスで本戦出場を果たした。1回戦では東京五輪韓国代表のイサンス、イサンス、奥田スなど前線するも、2回戦で優勝した林雲樹に敗れ、ベスト16で大会を終えた。 WTT コンテンダーアルマトイ2023最終結果。